皆さんこんにちは、永井玲です。今週もニュース2度見3度見、社会のことちゃんと考えたいラジオの時間となりました。私は気圧の変化が激しいのでしょうか、頭痛が続く1週間となってしまいました。皆さんはいかがお過ごしですか。今日も先週を2度見3度見振り返りつつ、社会のことちゃんと考えていきましょう。この番組は忙しいあなたのために、先週どんなニュースや出来事があったのか振り返りつつ、問題点や課題をあなたと一緒に考えていくポッドキャスト、市民と共に作る市民のためのメディア、チューズライフプロジェクトが毎週月曜日にお送りしています。番組制作や配信は市民サポーターの皆様からのご寄付で成り立っています。こういうラジオ大事だなと思ったら、ぜひ市民サポーターとしてご寄付をお願いいたします。ご寄付の方法には、毎月ご支援いただくマンスリーサポーターと、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターがあります。ぜひインターネットでチューズライフプロジェクトか、アルファベットで CLP と検索し、公式ウェブサイトのご支援のお願いページをご覧ください。よろしくお願いします。質問感想は、社会のことちゃんと考えたいラジオ、略してハッシュタグシャチャンラをつけて SNS に投稿していただければ幸いです。さあ、今週のシャチャンラもよろしくお願いします。それでは1週間遡りのコーナー、3月17日から3月23日までのニュースを振り返ります。17日日曜日、自民党が党大会を開催。自由民主党の党大会が2024年3月17日に開催されました。党大会では岸田文雄首相が派閥の裏金問題について、国民への謝罪とともに関係した議員の処分を具体化するよう茂木敏充幹事長に指示。派閥問題の再発防止策として、党の組織運営の指針であるガバナンスコードの改定も正式に決定され、派閥からお金と人事を完全に切り離すことや、派閥の存続や新設を禁止することが了承されました。しかし、大会で採択された今後の方針には、裏金問題の解明事態についての言及がなく、野党からは批判も上がっています。自民党の裏金問題については、党大会前後に国会で政治疑惑を審査する政治倫理審査会が行われ、裏金問題に関与したとされる83人の議員に対する説明責任が問われました。しかし、実際に説明に応じたのは9人にとどまっており、真相解明には未だ程遠いとみられています。この問題は、ニュースあれどうなったのコーナーで、ゲストの塩田純さんと一緒に考えます。18日月曜日、富裕層にもっと課税を、富裕層自身が国連で提案。アメリカの富裕層で作る団体、愛国的なミリオネアーズの創設者、エリカ・ペイン氏が国連本部で開かれた経済社会理事会の会合で発言し、自由と民主主義、地球と人類を守る唯一の方法は極端な富に課税することだと述べて、各国政府に自らを含む富裕層への課税を求めました。ペイン氏は2020年以降、資産10億ドル以上を持つ5人の大富豪が富を倍増させた一方で、50億人の貧困層はますます貧しくなったことや、過去10年余りで最も豊かな 1% が世界で新たに作り出された全ての富の半分を獲得したことなどを指摘。富裕層が富を増やしているのは、彼らが才能を持っているからではなく、システムがそのように設計されているからだと批判し、富の集中と不平等を解消しなければ、民主主義、正義、人間の自由が破壊される。極端な利益への課税は、富裕層自身のためにもなるとして、富裕層への課税を検討するよう提案しました。
こちらのニュースですけれども、世界規模で経済的格差が急速に広がっていることはこの間かなり指摘されていて、ある調査によれば上位 1% に世界全体の資産 38% が集中している一方、下位 50% の資産は全体のわずか 2% とも言われています。もちろん資産を持たない人々が貧困状態に苦しむということも問題なんですが、経済的な格差から政情が不安定化したり、最悪の場合戦争が生じるケースもあるわけですよね。今回ペイン氏のような自身も課税される立場からこうした提案がなされるということも重要だと言えますけれども、逆に言えばそれほどまで経済格差が深刻化しているとも言えるかもしれません。19日水曜日、経済的困窮から受診控え、死亡48人、民医連が調査結果を報告。経済的困窮が原因で医療受診を遅らせ最終的に命を落とすケースが2023年に48人に上ったことが全日本民主医療機関連合会、通称民医連の調査で明らかになりました。この数は前年から2人増加しています。特に注目されるのは受診が遅れた48人のうち22人が無保険状態であり、残る24人も医療費の窓口負担が払えないなどの理由で適切な治療を受けられなかった事例が確認されたことです。民医連はこの問題の背景に保険料の未払いによる無保険状態や医療費の窓口負担を理由とした治療の未受診や中断があるとしています。さらに民医連はこの状況が新型コロナウイルスの影響による雇用の不安定化や物価高騰など社会経済的な問題とも関わっていることも指摘し、政府に対して無保険状態を防ぐ制度の整備や高齢者の医療費窓口負担の軽減などを求めました。経済的な困窮が理由で必要な医療にかかれず命を落とすというのはあってはならないことですよね。どんな経済状況であれ誰にも生きる権利があるという生存権は憲法でも保障されているわけです。私も困窮者支援の現場などで生活が苦しくなっている人がどんどん増えているという話聞いたことがあります。誰もが適切な時期に適切な医療を受けられるよう制度を整えていくこと、これは政治の責任ではないでしょうか。21日金曜日、石川真央さん、土門憲章を受賞。沖縄を拠点に活動を続ける写真家の石川真央さんが、写真家への直木賞とも言われる土門憲章を受賞しました。半世紀近くにわたって沖縄に生きる人々の姿を撮り続けた石川さん。初期の作品から最新作まで集めた写真展、石川真央、私に何ができるか、で今回土門憲章を受賞しました。現場の状況に身を投じながらその状況を浮かび上がらせる写真と、一貫して沖縄を撮り続ける石川さんの姿勢が高く評価されたということです。 CLP は実は昨年石川さんの写真展が都内で行われた際に取材をしていました。その際、石川さんは沖縄の置かれた状況についてもコメントをしていたので、そちらぜひお聞きください。すぐちょっとしたところに民家があるのに、もう危機管理についてやる、要するにミサイル部隊が入ってるのでね、もう訓練が始まってるっていうのを連絡受けたわけ、石垣の人からよ。もう悔しくて悔しくて仕方ないよ。皆さんが日本を守りたいんだったら全部大和に引き取ればいいでしょ、自衛隊は。沖縄の人は何回も もう軍隊は嫌だって言ってるのに、何回も押し付けてさ、マスコミの皆さん、それを正当化するような記事だけ書くんじゃなくてよ、見に来てくださいよ。そんなにひどいドンパチなのか、聞きに来てくださいよ。皆さん、自由に見てください。どう見てほしいっていうのはないです。そんなの押し付けるのは、横着なことだから自由に見てください。で自由に書いてください。そしてぜひ沖縄に取材に行ってください。
22日土曜日、虐殺に加担しないで、ファナック本社に市民が署名提出。産業用ロボットメーカーファナックに対して、ガザでのジェノサイドに関わる軍需企業との関係解消を求める署名が提出されました。この署名は BDS ジャパンブレティンによってオンライン上で呼びかけられていたものです。署名の呼びかけ文によれば、ファナックの産業用ロボットがイスラエルの武器製造に使われているため、イスラエルや欧米の軍需企業への製品やサービスの提供を停止するよう求めるとされています。21日までに2万8000筆以上の署名が集まり、BDS ジャパンブレティンは22日に山梨県にあるファナック本社に署名を提出しました。BDS 側は事前に山口健二社長や幹部社員による受け取りを求めていましたが、この日社長らが現れることはなく、担当者が入り口で受け取るにとどまりました。以上、1週間遡りのコーナーでした。さて、ここからニュースあれどうなったのコーナーです。今日は自民党党大会と裏金問題についてです。お越しいただいたのは政治学者で活動家の塩田純さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自民党の党大会が開かれましたが、率直な受け止めをお願いします。はい、党大会、自民党の党大会っていうのは対外的には、自民党の最高議決機関っていうふうにされているわけですけれども、ただこの大会の中で、党内の意思決定が、なされるっていうことにはなってるんですが、ただ実際にそこで提起される方針とかですね、そういったものなどのその提案についてはもうほとんどがそのまま了承されるっていう、形式的なセレモニー的なものになっているわけですね。なので、どちらかというとですね、その自民党の党の組織として、外側に向けてアピールするような場になっているというような形かなというふうに思います。だからあまりこう新しい進展っていうところがそこまでですね、自民党の中が大きく変わったというようなところがこれで見えるかというと、そこまではなかったかなというふうに思いますね。はい、裏金問題については何か注目すべき進展はありましたか？今の話ともつながるんですけれども、やっぱり党大会で何か新しいことがですね、こう示されたかというと、裏金問題も含めてですけれども、ほとんどないというふうに言えるかと思います。例えば派閥解消であったりとかですね、その裏金、問題に関わっていたその関係者議員ですね、この人たちに対する処罰っていうのも、すでに党大会をやる前からですね、報道にも上がっていてですね、もうすでに言われていることをこう決定了承するというような形になっているかなというふうに思いますね。すでに決定されたことを述べたということですが、その裏金問題についてはこの間どんな進捗があったでしょうか？そうですね、自民党だけではなくて、国政の話をすればですね、やはり最も大きかったのはこの間たびたびですね、一般のメディアでも取り上げられていましたけれども、今日もですね、ニュースでも触れられていましたけれども、政治倫理審査会というものですね、いわゆる政倫審と呼ばれるものですね。で、政倫審自体にはですね、特にその処罰の権限とか取り決めがあるわけではなくて、あくまで何かですね、こう政治的な疑惑が持ち上がって時に、規定ではですね、議員が、政治的道義的に責任があるかどうかっていうのを、審査するというふうに定められているわけですね。ただしこれ政倫審っていうのは、出席をこう議員が求められたとしても必ずしも応じる義務がないっていうこともあるんですね。で、過去にも応じなかった人たちはいるわけです。だから今回はですね、誰々が出席するとかしないとか、そういうふうなことが連日こう報じられて、いたわけですけれども、それはこの政倫審がそもそもこう政倫審に
来てくださいと言われても別に出席する義務はないので、その行くか行かないかは本人が決められるというところにあるわけですね。で今回は、まあ、この間成人式に呼ばれて出席して、説明したのは、まあ、安倍派を中心に、まあ、岸田さんとかも出てましたけどね、安倍派を中心に9人が、まあ、成人式に出席して、まあ、審査に一応応じたということになっていましたけれども、うん、ただこれも連日報道されていましたが、肝心なところではですね、まあ、記憶にございませんと、そういったことでですね、まあ、やっぱり結局核心部分はほとんど分かっていないというのが現状ですね。なるほど。で次は、まあ、承認喚問で説明をというようなことがよく言われていると思うんですけれども、はい、このそもそも承認喚問っていうのは何なんでしょうか。承認喚問っていうのも、まあ、議会がですね、特定の人物をこう呼んで、その疑惑について問いただすというような点ではですね、成人審に似ています、うん、形的にはね。けれども、まあ、承認喚問はですね、議会に出席出頭を求められたらですね、正当な理由がない限り、ほとんどの場合は拒否することができませんだからまあ呼ばれたらやっぱりもうほとんど出ていかないといけないというような形になる。でまたですね、ここもまた重要なんですけれども、もし承認喚問で嘘の証言をしたりしたらですね、まあ、偽証罪という罪に問われることもあるので、まあ、そうした意味では成人審よりも強い縛りがかかっていくというようなことになります、うん、で今この野党4党、まあ、立憲、維新、共産、国民ですねの野党4党は一致してですね、安倍派の幹部の承認喚問というのを求めているわけですね。うん、自民党ってこれなんでそんなに嫌がってるんですかね。なんかそのやましいことがないなら出てきて、うん、ちゃんと説明すればいいだけなんですけれども、うん、何をこう恐れているんでしょうかね。そうですよね、今回自民党の党大会で岸田さんが裏金問題の関係者の処罰をですね、指示したというような話も出ましたけれども、まあ、やっぱりそれならなおさら真相の解明が必要ですよね、うん、その処罰するためにはやっぱり基準が必要なので、その基準を設定するためにはどうしても真相解明が必要になってくると、まあ、当然ですが疑いみたいなのでですね、処罰できることになればもうこれやりたい放題になってしまいますから、やっぱりまず基準を作って、その基準に照らしてこう処罰するというのが、まあ、一般的にはそういうふうなことになりますよね。なのでその基準を作るためにまず真相解明が必要になる。誰がいつどのようなことをしたのか、裏金っていうのはじゃあ何に使われたのか、こういったことがわからないと、まあ、処罰の基準ってやっぱ作れないわけですね、うん、でつまり処罰の基準が作れなかったら処罰も何もできないし、それで処罰したということになればそれはまあ形だけのものになっちゃうっていうような可能性が極めて高くなるわけですよね、うん、で同じことはですね、その、まあ、次に今回のような問題を起こさないための仕組み作りどうしていくかという点にも言えるわけですね。派閥解消とかなんかこう制度改革とかなんかいろいろ言っていますけれども、なぜ問題の詳細が分かっていないのに適切な再発防止の仕組み作りができるのかっていうところが非常に疑問なんですよね。だから普通に考えて順番が逆なんですよ。真相解明を抜きに、まあ、つまり詳細な原因とか全容を明らかにせずに行われる再発防止の仕組み作りっていうのは、まあ、これもまた形だけのものになったり、あるいはまた抜け穴ができてしまったりするような、そういう可能性が、これは一般的な論理の話としてやっぱりそういう可能性が非常に高くなるということですよね、うん、なるほど。まあ、今回はね、なんかこうぬるぬると続いていきそうな感じがしますけれども、今後そういった問題が起こらないわけではないはずですので、うん、まあ、仕組み作りっていったところを今言及していただきました。自民党の党大会では憲法改正に向けて条文案を具体化して議論を加速させるという話もありましたが、うん、はい、この点はいかがでしょうか。そうですね、自民党っていうのは1955年にの結党時からですね、まあ、憲法改正っていうものを、まあ、一丁目一番地に掲げてきた政党なんですね。だからずっとやっぱり憲法改正したいというのはもうずっともう何十年も言い続けてきているので、まあ今回のその党大会でのね、具体的に議論を進めたいとか、そういうこともなんていうんですかね、いつも言ってるなというような感じはありますよね、うんうん、ただ一方でずっと与党なのにそれが実現してこなかったとも言えるじゃないですか、うん、そうですね、はい、まあ自民党がずっと長く政権を取っていますけれども、はい、同時にその
狙っていたことができないような歴史を持っているとも言えると思うんですが、これどうしてできてこなかったんでしょうか。そうですね、まず日本の憲法っていうのは公正憲法、固いっていう固いに性質の性ですね、はい、そういうふうに書いて公正憲法というんですけれども、まあ、変えるためのハードルが非常に高い憲法なんですね。具体的に言うと、その国会の両議員の総議員、つまり参議院と衆議院2つありますけれども、この2つの議員の中で、まあ、どちらも総議員の3分の2以上を、まず以上が憲法改正に賛成しないといけないっていうのがまず一つの条件です、はい、で、国会の両議員の総議員3分の2以上が、まあ、改憲に賛成して、そうすると国会が国民に憲法改正を発議できるということですね、はい、憲法改正したいですよとしますよというようなことを国民に示す、その後に国民投票で過半数を得るというステップがあるんですね。で、そもそもですね、長らく国会の両議員、参議院と衆議院どちらもで、賛成派、憲法改正派が3分の2を取るということも結構難しかったんです、はい、で、加えて本当に発議する、要は国民に対して、国民投票しますよというようにするとなると、まあ当然ですが国民世論を相当気にしないといけないわけですよね。で、世論調査を見てもですね、やっぱり改憲がその他の経済問題とか生活問題とか外交問題にも優先順位が高くなるっていうのはほとんどやっぱりないわけです。だ、そうした難しさがある。同時にですね、その平和憲法がそのまあ、形がどうであれね、国民に根付いてきたという点は日本の政治史の中では実はとても重要なことなんですよね。自民党が最も変えたいと考えてきたのは憲法第9条、すなわち、まあ、戦力の保持、公選権の保持というようなことですけれども、国民世論にやっぱりこの憲法9条というのが深く根付いている。だからなかなかですね、こう自民党がいくら変えたいというふうに思ってもそこに踏み込めないというような背景がある、まあ、自民党からするとですね、世論とのこうなんていうかズレですね、こういったものに苦しんできたと言えるのかもしれませんよね。確かにこう自民党目線からするとですね、ずっと変えられないなみたいな感覚で、なんかずれてるなっていうような感覚だったかもしれませんが、ただ、まあ、重要なのはこの間防衛費を倍増させるであるとか、はい、敵基地攻撃能力っていう今までになかった軍事装備を持とうとしているっていうことがありますよね、うん、で、これ憲法9条にあるのにどうしてとも思いますが、この点はいかがですか。そうですよね、まあ、この間本当に歴史的な大軍拡というか軍事拡張というものが進められているということは確かだと思います。で、その中にはですね、やっぱり憲法9条を事実上をこう踏み越えるような戦時判断をしているということも確かだと思います。で、やっぱりそれを可能にしているっていうのは2015年にできた安保法制なんですよね。この安保法制ができたことで集団的自衛権というものを日本は行使できるようにまあなってしまったというか、なったと言いますか、はい、わけですね。もともと日本っていうのは個別的自衛権、つまり自分たちが攻撃されたら自衛のために武力を用いますよというような方針だったわけですけれども、2015年の安保法制というものができたことで、まあ、集団的自衛権、つまり自分が攻撃されていなくても自分の同盟国、例えばアメリカとかですね、が攻撃されたらその反撃に参加できるというようなことになったわけですね。で、つまり他国の戦争に参加しちゃえるような枠組みができてしまったということになります。この安保法制自体ですね、背景にはアメリカの軍事戦略というものがあるわけですね、まあ、かつて、まあ、今も、まあ、部分的にはそうかもしれませんけれど、アメリカは世界の警察というふうにも呼ばれてですね、各地に軍隊を派遣したりして、こう世界をに睨みをこう聞かせていたわけですけれども、やっぱりそれにはお金がかかったりとか、国内の世論というものもあったりして、こうどうにか軍事コストっていうのをこう抑えたいというような思惑があるわけですね。そこで同盟国に、アメリカの軍事コストを、まあ一定程度肩代わりしてもらいたいというような背景がやっぱりあったわけですね。2015年の安保法制によってこう制度上ね、9条を踏み越えて、軍事を拡大させるということが、まあ、できるようになってきた。そして
今防衛費の増大とかですね、新しい軍事装備を進めることで、まあ、実質的にこう国の形が大きく変わろうとしていてですね、まあ、今回の防衛費の増大とか新しい軍事装備とかもですね、結局のところやっぱり背景にアメリカからのこう圧力というかですね、要求というものがやっぱりはっきりとあるわけですね、うんうん、かなり危ないですね。そういった、まあ、安全保障といったところにすごくこう力が入る一方で、ニュースでもお伝えしましたけれども、経済的な理由から医療を受けられずに命を落としてしまう人がいたり、党の自民党の議員は裏金問題を起こしてて記憶にございませんなんていうふうに言ったりして、うん、まあ、すごく違和感を感じますね、うん、一つはやっぱり税金をどう使うのかということですよね、まあ、少なくともこの2年間で 2.5 兆円ぐらいですね、防衛費軍事費をこう増やそうというような方針を政府は立てているわけですけれども、実際これだけあればですね、例えば大学の授業料を半額にしたりとか、高校の授業料を廃止したりとか、学校給食を無償化したりとか、これ全部できるわけですよね、うん、でもうだからやっぱりこの税金を どういうふうに振り分けるか、しかも今この物価高とかですね、やっぱりコロナの後でなかなかこう経済状況、生活状況が改善していかないというような状況の中で、どういうふうな税金の使い方をするのかっていうのは一つポイントで、もう一つはやっぱり説明責任っていうか、政治家のやっぱり責任をきっちりと果たさせるっていうことだと思うんですね、うん、代表性民主主義のこう根本的な機能として委任と責任の連鎖関係というものがあるわけですね。私たちは例えば政治家に対してこう投票を通して政治的な意思決定、政治判断の、まあ、どこに税金を使うかっていうね、今も言いましたけれども、そういったことも含めて政治的な意思決定という仕事をある種委任しているわけですね、うん、でこれは別に政治家に委任するっていうだけではなくて、私たちの社会っていうのはいつもこの委任と責任の関係で成り立っていて、例えば髪の毛を切りに行ったら美容師に髪を切る仕事を委任しているわけですよね、うん、でもそこでですね、例えば美容師がこう自分のこう要求とは全然違うような、いきなり何も言ってないのにバリカンで丸坊主にされて、これ何やってるんですかって言った時に、いやなんかやりたかったんで、ではやっぱり説明責任果たされてないわけですよね、うん、でそしたらその美容院にもう一回行きますかっていう、委任しますかっていうことがやっぱりあるわけですね。政治もやっぱり一緒で、その確かに仕事を委任してるけれども、全くこちらがこう要求もしていないこと、あるいはこちらの利益にならないことを勝手にしておいて、しかもそれが説明できないというふうになった時には、委任先をやっぱり変えないといけないわけですね。そうしないと説明責任を政治家が果たさない時に、有権者が同じように同じ人に投票し続けたり、投票に行かなかったりすると、やっぱりそうやって悪いことをした政治家がずっと権力を持ち続けたままになってしまうわけですよね。この委任と責任の連鎖関係を機能させる、そのために投票行動を考えるということは非常に重要なことだと思いますね。今年はね、総選挙もあると言われてますから、うん、皆さんぜひね、この論点ぶらさないようにですね、はい、自分が今どう行動するかっていうのを一緒に考えていけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日もお聞きいただきありがとうございました。日米両政府の主導のもと、急速な軍事要塞化が沖縄本島、与那国島、宮古島、石垣島、奄美大島で進行しています。2015年から8年をかけて沖縄や南西諸島をめぐり取材を続けてこられた映像作家でジャーナリストの三上千恵さんが、その様子をカメラで追ったドキュメンタリー映画戦踏むが公開されました。この戦踏むというタイトルなんですが、これは戦う戦という字に空の雲と書いて戦踏むと読ませるんですね。これは戦争の気配を暗い雲が空を覆うことを例えて言うそうなんです。でこの映画、私もコメントを寄せさせてもらいました。本編は淡々と今の状況を映し出していて、ぜひ皆さんにご覧になっていただきたいんですが、
まあ、何よりもパンフレットが本当に勉強になるんですね。なのでぜひですね、配信を待とうかなって方もいらっしゃるかもしれませんが、映画館に足を運んでいただけたらと思います。パンフレットでは何が起きているのかを改めて文章で説明されていますし、そういった島々の文化や歴史もまとめられています。監督の三上さんのコメントが私にはずしんときたのでご紹介します。今からでも遅くはない。共に目撃者になり、今という歴史を背負う当事者になってほしい、こういったコメントだったんですね。あの本編では様々なその軍事要塞化の詳細が描かれます。例えば九州から南西諸島を主戦場とし、住民の犠牲を事実上覚悟したような防衛計画に声を上げる人々が映し出されます。目撃者だけでは足りませんよね。当事者になること、私は皆さんと一緒に当事者になりたいです。ぜひですね、この映画をご覧になっていただければと思います。さて、シャチャンラ、そろそろおしまいのお時間です。また来週お会いしましょう。さようなら。